先日ね、最高裁で判決が出ましたね。先日といっても11日2日前なんだけども、えー、経済産業省の、い,、ま、いわゆる、ね、トランスジェンダーの体は男なんだけども、心は女という職員の人が、えー、職場の女子トイレを、まあ、その自由に使わせてほしいっていうふうに、まあ、人事院に行ったらダメって言われて、それで裁判をやったら、まあ、最高裁はなんか、まあ、トイレ使わせろみたいな、まあ、そういう判断を出したっていうことなんだけども、 ま、これに関して僕の結論としてはですね、あの、最高裁は見下り決定で、あの、あの、適当にあしらうべきだったと僕は思います。まあ、僕個人的にはですよ、あの、別にね、女子トイレをね、その、まあ、女装した人が使っても別に全然構わないと思うんですよ。まあ、要はね、僕は男なんだから何も実害ないわけだからね。うん。まあ、まあ、逆にね、男のトイレ、男トイレに別に女の人が入ってこよると僕はどうでもいい話なんで、 ただですね、あのー、この、まあ、とにかくこの性欲とね、食欲にまつわる話ってね、はっちしって地雷なんですよね。うん。それで、まあ、この LGBT なんかの問題もそうなんだけども、あとはあの、コオロジの話あったでしょあれなんかまさに食欲に関わることなんだけども、 このあたりっていうのは本当に地雷なんですよ。もう、とにかくね、その、人の好き嫌いというものがダイレクトに出てくるところなんですよね。で、そういうところに、この、公権力というものがね、立ち入って、ろくなことになった試しがないんですよね。うん。例えば、じゃあ、厚労技職を国が推進しましょうって言ったって、あの、虫嫌いな人は嫌なんですよ。嫌なんです。ね。 皆さん、毛虫触れますか蜘蛛触れますかコオロジ食べれますかまあ僕はできるけど、僕はできるよ。できるけども、その、ダメな人って本当ダメでしょ、本当に。もう絶対理屈じゃなくてダメだもん。で、これはやっぱ性欲の問題もそうで、その、まあすごくね、自分勝手な世界なんですよね。その、まあ、僕なんかに見たら割と許容範囲の広い人間もいれば、 やっぱりそのね、その女性の人で絶対にその女子トイレにたとえ姿がね、あの女だろうと男と分かってる奴に入ってきて欲しくないとかまあそういうのはね、やっぱりどうしてもあるわけです。まあ逆はあんまりないかなと思うんだけども。だからそういうものに対してですね、 なんていうかね、僕は判決読んだんですよ、最高裁の。それでなんか理解を求めるだの、議論を求めるだのね、なんか研修だの言ってるけども、いや、ほんとアホなこと言ってるなと思って、じゃあ研修とか理解を求めるって、まあまあ、まずそれね、最高裁の仕事じゃないし、じゃあ研修とかするって、じゃあ誰がそれやるの研修を。 いや、まあ、この件だけじゃないよ。僕は、あの、前々からおかしいと思ってることがあるんだけども、この人権、ブラック問題とか童話でもそうなんだけども、その、人権啓発なんてものね、毒でもないと思ってるから、このチャンネル人権啓発センターっていう名前になってるけど、これはっしてパロディーだからね。あの、本気でね、そんな、なんていうか、上から目線で、そんな啓発だのってできるような人間がね、この世の中にいるわけないんですよ、そんなの。 まあ、強いて言えば、宗教者、坊さんぐらいですね。うん。ただ、坊さんもそんな上から目線では言わないでしょその、まあ、こういう考え方がありますよっていうふうに解くわけですよ。まあ、それを絶対に強制するっていうことになると、まあ、それはなんか、宗教でも、こう、原理主義とか過激主義になってくるんでね。で、なおかつその、なんか上から目線で、いや、このね、この LGBT へのトランスジェンダーへの理解はこうあるべきなんですよって言って、 金もらってね、もう税金から金もらってやってるやつなんてみんな僕頭がおかしいと思ってるもん、本当に。何がね、何がどこの人間がそんなね、税金から金もらって人にね、そんな道徳を説くような資格があるんだっていう話ですよ、僕は。まあ正直僕は学校なんかの道徳教育なんかにもね、あのー、相当否定的な方ですからね。だからそういうものじゃないと思うんですよ、この社会の批判とかね。うん、だから、まあ、 多分あの、皆さんこのチャンネルを見てる人は分かってると思いますよ。その、なんかその、人権啓発だとかで講師やってるやつなんて、ま、ああの、それは真正面からね、ちょっと公には言いにくいけど、頭がおかしいやつばっかりでしょうん。本当になんか活動家の本当の、ろくでもないやつばっかりじゃないですか。だから、そんなに金出して、その、人権啓発とかやらせるって一番僕最悪の手段だと思うんですね。だから、だからそういう意味で、その、 僕はあの LGB の法律なんかも作るべきじゃなかったし、で、最高裁ももう適当にあしらってね、あの、何もしないっていうのは僕は一番良かったと思うんです。やっぱり、そのあたりっていうのは、その、もう個人の私生活、私生活の範疇なんですよ。そこになんか国が、そう、こうあるべきだとか、まあ、こうだっていうふうになかなか言えることじゃないんですよね。で、 あの、憲法にね、すでになんかその LGBT、なんか差別禁止が書いてありますって言うけど、それは、あの、まあ、言ってみれば公権力はどうするかっていう話ですからね。あの、個人間には適用されないわけですから。いや、まあ、憲法の教科書にはそう書いてありますよ。でも、なんか近頃のなんか、あの、裁判所はどうもそういう考え方が気に入らないみたいですよね。弁護士とか。でも僕は基本的にそういう、あの、あの平等権だとか、そういうものは、 あの、国民の個人の間には適用されないと思ってるんで、だからそういうところにあれこれ、あの、裁判所が口出すべきじゃないし、法律であれこれね、その箸の上げ下げまで決めるべきじゃないと僕は思ってるんですよ。そのあたりの規範っていうのはね、そんな絶対的に公平なものなんかできないわけです,ですからね。あの、人間っていうのはそのロボットじゃないんだから、それぞれそれぞれその個性があるしね、その職場とか地域によっても全然違いがあるわけだから、その、 個別具体的な問題っていうのはいっぱいあるわけだから、そういうものに対してですね、その裁判所とか役所が出てきてどうこうっていうのは、僕はそれは、あの、あんましいい結果を生まないと思ってる。だから実際、童話とかそうですよ、そんな。あれ、あれなんか、もうそういうことをやったから、やって今失敗して、いつまでもいつまでもダラダラとこうやってね、やってるわけですよ。で、その、うさん臭いやつがね、ヤクザみたいなやつが、その、表ではなんか、 あの金もらって人権利ズだとか言ってて、まあ裏では覚醒剤で捕まったりとか万引きしてたりだとか、でなんかあのね、いろんな役所から公金巻き上げて上納してて、なんかペントレー乗ってたりとかするわけですよ。あの身に覚えある人いるだろうけど、こと動画見てて。だからまあそういうことなんで、うん、やっぱり僕はあのー、 あの、そういうことは裁判所っていうのは口出すべきじゃないと僕は思ってます。だからといって僕はですね、別にね、その、いや、じゃあ絶対ね、そんな、じゃあ女子トイレに、あの、あなんかツイッターの霞ヶ関にゃんちゃんだってあの人、あの人面白い人だね。霞ヶ関にゃんにゃんはね、別にそんな嫌いじゃないんですよ。あの人はね、うちはいい人だと思ってる。あ、で、ただね、この、 僕はね、あの人のね、うっせきしてるのは、多分この女子トイレの問題だけじゃないと思い思いますよ。相当多分個性的な人なんで、それでやっぱ多分いろいろね、あの、あの、ひどい扱いはされてると思うんだけども、でもこ、これ、でね、裁判所が研修だの言って解決するような問題だとは僕は思えない。 というか、あの、霞が関にゃんにゃんね、あの、僕のチャンネルに出てみません。あの、もし万が一、億万が一見てたらね、このチャンネル、あの、出ません。その、霞が関にゃんにゃん。の他のチャンネルに出ると、多分、炎上してしまうかもしれないけども、あの、この僕のチャンネルはもうも、燃えに燃え尽くしても、灰になってるから、これ以上燃える要素なんかないから、多分、霞が関にゃんにゃんが来てもね、多分、そんな、ひどいこと言ってくる人いないんじゃないですかうん。まあ、なんせこう、童話バリアもあるしね。 ということでね うん、まあ、私の思うところっていうのはそういうところです。だから僕はどっちかっていうと、ね、その自由な世の中を支持してるんだけども、だからこそね、裁判所がね、くだらないことにね、いちいち口出すべきじゃないっていうのが、まあ僕の考えなわけです。あの、なんか最近ね、この法治主義っていうのを誤解してる人がいるように思うんですね。法治主義っていうのはね、何でもかんでもね、法律の通りにしろっていうことじゃないんですよね。まあ法律に書かれてなければ、まあ自由にやっていいっていうのは法律主義なんです。 放置主義なんですねだってそんな だって何でも法律に書かれてることしかやっちゃいけないって言ったらそれ法治主義じゃないですかある意味原理主義ですよなんかあのイスラム教なんかでコーランに書いてることしかやっちゃいけないみたいなそういうような話になってしまうんでその原理主義とその法治主義っていうのをちょっとねそのあの区別しないといけない誤解しちゃいけないだからまあ法律の枠外で、うん、その権力の枠外でその自由にやれるような世の中を作っていった方がいいんじゃないかなというふうに私は思いますということで、ね あの、例の、例のあの判決について、私の思うところを話させていただきました。